過牛。過牛。過牛。コックリアとは、内耳にあり、聴覚を司る感覚器官。過牛管、コックリアダクトが収まっている、側頭骨の空洞である。過牛管を指して、過牛ということもある。過牛管は、中学、高校の生物では渦巻き管と呼ばれる。哺乳類では、動物のタつむりに似た巻き状の形態をしているためこれらの名がある。 下牛管の内部はリンパ器で満たされている。鼓膜そして自小骨を経た振動はこのリンパを介して下牛管内部にある規定膜に伝わり、最終的に下牛神経を通じて中枢神経に情報を送る。解剖学的な知見に基づいた下牛の仕組みについての説明は19世紀から行われてきたが、下牛が硬い殻に覆われているため実験的な検証は困難であった。 1980年代頃より、ようやく生態外での実験が本格化したものの、その詳細な機構や機能については依然謎に包まれた部分がある。人の下牛はおよそ2半半ほどに渦巻いた骨で、覆われた閉じた管を形成しており、管を伸ばせば、長さはおよそ3センチメートルほど、中字側の基部の太さはおよそ2ミリメートルほどである。下牛内部は渦巻く方向に沿って、 膜で仕切られた三つの区画、前提外、個室外で満たされている。対して、中央外は、イオンの濃度を輸送で満たされている。その上、中央外は、外リンパよりも、相対的に8 0ルトほど高い電位を保っている。前提外の基部には、卵丸窓、または、前提窓、という、小さな穴があり、これを通じて、中字のアブミコツ、は、 前庭界の外リンパへと振動を伝えることができる。対応して、一方の個室界の基部にも、静円窓、または、下牛窓、と呼ばれる、小さな穴が開いており、外リンパが振動で移動することを助けている。中央界と個室界を区切る膜が、規定膜であり、前庭界と中央界を分ける膜は、ライスナー膜、と呼ばれる。 基定膜は奥に行くほど幅広くかつ柔軟になっており、基部より、上部の方が2桁ほど曲げやすく、基部から長部に至るほどより低い音に対応する固有振動数を持つ。基定膜の中央外側には、コルチキが覆いかぶさり有毛細胞それぞれから、突き出した、不動毛、長毛の束の先端と接するような位置にある。この内内有毛細胞が振動の情報を、 神経パルスへと変換する一時感覚受容器である。下牛の螺旋状の中心軸である。下牛軸を形成し円髄と端にまたがるいくつかの下牛角から遠心性の神経繊維を受け取っている。下牛管の機構について説明する最も素朴な見方は、それをピアノの弦のように見なすことである。すなわち、周波数順に並んだ弦それぞれが入力に応じて共振し神経へと、 情報を伝えるのだとする。実際、19世紀にヘルムホルツは、規定膜をそれぞれ異なる固有振動数を持つセニの集まりのように表現するモデルを提出していた。こうした見方は1960年になって、ハンガリー出身のアメリカの生物物理学者、ホンベケジにより、流体力学的相互作用を考慮した規定膜を伝わる。 進行派としてのより精緻なモデルで置き換えられ、アブミコツから下牛の基部の液体に伝えられた純音の振動は流体の流れを作り出して規定膜を揺らしながら上部へ向かって波として伝わる。この振動は周波数に応じたある距離までしか到達しない。入力が高い音なら振動はわずかしか伝わらず、低い音なら先端の肩まで振動が及ぶ。 この限界の距離の少し前で、規定膜の振動は最も大きくなり、異なる音の高さの呪音はそれぞれ規定膜の下流感に沿った異なる位置で振動パターンを作り出す。このモデルではこのパターンが呪音の神経反応と対応するとみなされるが、これは各位置に固有振動数を対応づける点では、ピアノのモデルと大きくは違わない。 基底膜の振動はその上にあるコルチキへと伝わり、外膜との間の相対的なズレによって、内有毛細胞の不動毛の束をごくわずかに曲げることになる。これによって、不動毛の細胞膜にある機械的に動作する特殊な、チャネルから流入した、カルシウムイオンを通じて、シナプス症法の放出を招き、超神経へと情報を伝達する。現在、 実際の下流管の気候をうまく表すにはこれ以外に、いくつかの非線形の効果を無視し得ないことが明らかになっている。例えば、音圧レベルおよそ30から 90dB、SPL の1000倍の圧力の違いに相当する広い範囲にわたり、規定膜の振動の速度は数倍しか異ならない。このことは、規定膜が線形のフーリエ変換器のようなものではなく、 非線形濃度をフィルターであるとみなさなければならないことを示している。こうした非線形の機構としては、下牛増幅器とも呼ばれる巧妙なエネルギー散逸を伴う機械的フィードバック回路が考慮されている。下牛は電子工学における再生回路のように働き、この仕組みによってはっきりしていなかった外有毛細胞とコルチキの機能的役割が明確になった。 外有毛細胞も内有毛細胞と同じく、不動毛のズレによって、膜電位を変化させるがこれは、信号として伝えられるのではなく、運動細胞として、外有毛細胞自体の長さを変化させている。これは、細胞膜にある、電位依存性のタンパク質モーターと名付けられた、タンパクがそれであろうと考えられている。外有毛細胞はこれにより、 最大で 20kHz 以上もの周波数で振動でき、これは生体内の他の運動細胞よりはるかに高速な動作である。有毛細胞が実際、規定膜を伝わる進行波の動きを変化させていることは、1991年に初めて実験的に示され、またこの振動によって上の非線形成を説明するモデルが提出されている。また、液体の相互作用と、 過牛増幅器の効果を考慮した場合、規定膜の振動は隣接する周波数領域を抑制するように働くと推測され、これは周波数の選択性を上げる効果を持つことが示唆されてた。一方で動物実験では音声のような音に対して、聴神経が固有振動数が大きく異なっているものでも同じような反応をすることが報告され、聴神経が むしろ広い周波数に反応することが示唆されいる。これらの一見矛盾する報告は、下牛の役割を順応に対する反応の重ね合わせとして記述できる線形な特性を持つものとしてではなく、音の生物学的に意味のある特徴を適切に選択する、溶飛線形の効果を持つものとして記述せねばならないことを示唆している。通常、感覚器官とは、 外界の刺激を自動的に受け取り中枢神経へと伝達するものであるが、下牛増幅器の概念はこの見方を覆すものであった。実際、1978年にイギリスのンプによって下牛が音を受動的に知覚するだけでなく、自ら小さな音を立てていることが明らかとなっていた。これは、何の刺激がない時にも、外部からの刺激への反応としても現れ、 自音鏡放射と呼ばれている。適切な周波数の違いを持つ2種の呪音を重ね合わせた刺激に対しては、それらとは別の周波数に非線形の効果による反応が現れることも明らかになっており、これは特に新生児に対する聴覚検査として臨床上も有用である。この自音鏡放射も下牛増幅器の活動によるものであると考えられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。